大橋停留場は長崎県長崎市松山町にある長崎電気機動本線の路面電車停留場である。駅番号は18、1号系統、2号系統、3号系統が停車する。大橋停留場は1933年、本線の延伸により開業した。当初は北の終着点であり、ここからさらに路線が延伸するのは1950年。 この時は住吉停留場までの区間が開通した。停留場は当初、大橋と呼称していたが、地域の歴史研究家の指摘を受けて1990年に大橋と変更されている。停留場は専用軌道区間にあり、軌道は道路から独立している。ホームは2面あり、南北方向に伸びる2本の線路を挟んで、向かい合わせに配される。 線路の東側にあるのが長崎駅前方面行き、西側にあるのが赤波佐間方面行きのホーム。上屋は2000年2月に、途端屋根から景観に配慮したシェルター式に改められている。停留場へは北側に隣接する踏切から出入りできる。踏切には警告灯が設置されている。このほか緊急時に備えて、踏切に面さない方にも、 両ホームをつなぐ構内踏切がある。長崎駅前方面のホームには、長崎バスの車庫が隣接する。ここにはもともと、長崎電気機道の車両基地、大橋車庫があった。大橋車庫は、東底流上開業の翌年に開設。側線を7本備え、乗務員の詰め所も併設されていたが、1944年10月に火災で全焼。 さらに翌45年8月9日には原爆投下により壊滅的な被害を受けた。その後1953年には西町車庫が開設、同年に長崎電機がバス事業に進出すると大橋車庫は電鉄バス大橋営業所の車庫へと一新され、1971年の路線バス譲渡まで使用された。この路線の先となったのが長崎バスであり、 現在は、長崎バス大橋営業所の車庫として使用されている。また、ホームには隣接して、長崎バスのバス停留所もある。2005年6月には、バス停2等停留所と同じシェルター式の上屋を設置、ホームとバス停が併設されるようになった。長崎電機の調査によると1日の乗降客数は以下の通り、長崎ビッグエヌスタジアムが近く、 プロ野球の公式戦開催時などには多くの人が東帝流場を利用する。また、長崎大学病院までは循環バスが運行されている。本線の軌道は東帝流場から隣の平和公園停流場の先まで高架化された長崎本線と並走する。ABCDE 電栗2005ピアニッシモ 5152ABCDEF 電栗2005 P 百五十七 ABC デングリアンド宮川二千 P 四十九 ABC ディマオ二千九 P 五十七 ABC 百年史、P 十九タクリ二千五 P 百五十六百年史、P 百九十九百年史、P 二百 ABE 百年史、P 百三十 ABC 川島二千十三 P 四十五 ABC 百年史、 P115、ABCD 電んぐり、アンド宮川2000、P50、電鉄50年、P197、タクリ2005、P158、AB 川島2007、P119、百年史、P124。ありがとうございます。